ルイーズ・ヘンリエッタ・ピアソンルイーズ・ヘンリエッタ・ピアソンは横浜共立学園の全身共立女学校と共立女子生書学院の全身を改正伝道女学校を創設した女性宣教師の一人である。フランス系アメリカ人の教師ルイエイチトマとアメリカ人の母親の第二子としてニューヨーク州に生まれた。ピアソンは17歳で市販学校を卒業してピアソンと結婚した。 三女一男が生まれるが、1865年28歳の時に夫が死去し、4人の子供全員も次々に亡くなった。横浜山手212番地にあった、アメリカンミッションホームとプライン、ピアソン、クロスビージェームス・ハミルトンバラからの日本への宣教師、派遣要請に応じた米国夫人、一致外国伝道協会の宣教師として、 1871年6月25日に39歳のピアソンはメアリー・プライン、ジュリア・クロスビーと共に来日した。3人は8月28日に横浜山手48番地にバラの家屋を借りてアメリカンミッションホームを建設した。1872年には山手212番地に移転した。移転を機に 女子教育の専門の学校を設立することになった。1875年に、教立女学校と改称された。1873年には訪問伝道を開始した。1881年に、日本人伝道者を育成するために、改正伝道女学校を開設して、教立女学校と兼務で、初代校長になった。1899年に68歳で現役の、 ママイ横浜で死去した。1月30日、共立女学校で葬儀が行われた。熊野オスナ稲垣真などが弔辞を述べた。ピアソンは横浜外国人墓地に葬られた。1904年、新築された共立女子人学校の行動は、ピアソンチャペルと命名された。ありがとうございます。